クセボロド、ミハイロビチ・ボブロフは、ソビエト連邦のロシア共和国出身のサッカー選手、バンディ選手、アイスホッケー選手である。サッカーとアイスホッケーの2つのスポーツで大成し、両方のスポーツのソビエト連邦を代表チームで、キャプテンを務めた、唯一の人物となった。タンボフ州、モルシャンスクで生まれる。後に家族とレニングラードへ移り、 サッカーとバンディホッケーをプレーしながら育つ。長寿でバンディホッケーの選手となり、1939年から1941年までディナモ・レニングラード、1941年から1943年までオムスクでプレーした。1945年、第二次世界大戦従軍後にモスクワへ移り、ここで軍のサッカークラブセディカモスクワに誘われた。 1953年までに、セデカモスクワ、VVS モスクワ、スパルタクモスクワを渡り歩き、ソ連リーグに3度優勝。116試合で97ものゴールを挙げ、1945年と1947年のリーグ得点王にもなった。1945年には、ディナモモスクワのイギリス遠征にゲストプレイヤーとして帯同した。チェルシー。 アーセナル、レンジャーズなどのクラブとの対戦で計6ゴールを挙げ、イギリスの評論家から絶賛された。彼はソ連代表として1952年夏季オリンピックに参加して3試合で5ゴールを挙げた。これにはユーゴスラビア戦でのハットトリックも含まれている。ボブルフは1945年のイギリス遠征の際にロンドンで初めてアイスホッケーというスポーツに出会い、 すぐに魅了された。彼はホッケーではより大きな成功を得た。ポジションは主に左ウィングだった。1946年にセディカ・モスクワでホッケーを始め、途中1950年から1953年までの VVS ・モスクワ在籍を挟んで、再びセディカに戻って1957年まで現役を続けた。彼のチームは国内選手権に7度優勝し、 通算130試合に出場して254という驚異的なゴール数を記録している。ソ連代表チームの一員として1956年、冬季オリンピックに出場して、夏季と冬季両方のオリンピックに参加した数少ないスポーツ選手の一人となった。彼はチームを金メダルに導き、また1954年と1956年の 世界選手権にも優勝した。代表では59試合に出場して89ゴールを挙げた。彼の名前を冠したボブルフクラブはそのキャリアで通算250以上のゴールを挙げた選手のみがリストになお加えられる。VVS での一時期、両方のスポーツで選手権監督を務めていた。選手を引退した後は両方のスポーツでいくつかのチームを指導した。 ホッケーではソ連代表チームの監督として1972年のサミットシリーズで指揮を取った後、1974年の世界選手権でチームを優勝に導いた。1979年にモスクワで指揮。1997年に創設された国際アイスホッケー連盟殿堂では初代受賞者の一人に選ばれた。ありがとうございます。